いつもこのチャンネルにアクセスしていただきありがとうございます。トマチ式コーチング認定マスターコーチの綾間です。えー、前回の,あの能力回数の開発の話についてですね、さらに一歩踏み込んでお話をしてみたいと思います。えー、この辺はですね、まあ、トマウチ博士がえと250冊以上の本の中で結構この 脳の活性化とかですね、えーと、IQ を高めるとか、そういう関係の本がたくさん出されてるので、出版されてるのでですね、えー、とそれをひもときながら、あのー、ぜひ、Kindle、まあ、kind Unlimited でも結構読めると思うので <laughs> えと、リアルな本と合わせてですね、友達博士から、あのー、たっぷり学べると思います。で、自分自身も定期的にあの博士の本をですね、 紐解いてもう何十回読んだか分かんないような本もたくさんあるんですけどそれでもいまだに、えー、こう開けて読むとですね新しい気づきを得られる、まあ、すごいパワーをいただけるなというふうにいつもいつも感謝してるんですけども、えー、と今日の話はですねうんとそうですね前回こあの目の前の仕事をですね、えー、徹底的に掘り下げてみようって話をしたんですけれども、えー、この結果何が起きるかっていう話をしてみたいんですね。 えとこれはあのスティーブ・ジョブスも亡くなられましたけどあの iPhone とか、えー、iPad とかですねあのまさにこう <laughs>、えー、伝説の天才伝説的な天才というふうに言われている人ですけれども、まあ、このスティーブ・ジョブスアップルコンピューターの,、ね、のスティーブ・ジョブスですけれども、えー スタンフォード大学の卒業式でスピーチをしているのをご存知の方多いと思うんですね。この中に出てくるですね自分が結構好きなエピソードというかですね話たくさんの何て言うんでしょう、えー、っと思いが詰まったあのスティーブ・ジョブズの思いが詰まった素晴らしいスピーチだったと本当に伝説に残るスピーチだと思うのでもし聞いてない方がいたらスティーブ・ジョブズス,スピーチで検索して是非あの。 えー、聞いてみてください。そん中で出てくるコネクティングドッツというね、あの点と点をつなげるっていう話が自分すごく好きなんですね。これはあのコーチングで言うと、玉井先生が我々に教えてくれる中で言うと、えー、と点と点をつなげるだからあのゲシュタルトの統合なんですよね。 でそれ以前にスティーブ・ジョブズが言っているようにです、ねあの、ぜひ、<laughs> もし聞いていない方は、一回ここで止めて、それを聞いてから、またこの音声に戻ってきていただいてもいいかなと思うんですけれども、まあ、皆さんがそれを知ってる、聞いてるという前提でお話をしたいんですけれども、えーっと、コネクティング、まさに点と点をつ,をつなげていくという発想、その時は将来、何の役に立つかっていうのは、全く想像してないんだけれども、やりたいことを見つけたら、もう深掘りする。 もう極めて極めて自分の中でも掘り下げてみるっていうことをやるんですねスティーブ・ジョブズが。でそれが結果としてそのなんて言うんでしょう 後からですね、まあ未来、未来がですね、統合していくんですけれども、えー、やりたいことをその時徹底的にやるとまた別なことをやりたくなったらそれを徹底的に掘り下げてやってみるとその点と点がまさかつながらないよねと思ったら将来やりたいことであるプロジェクトでつながってくるみたいな話なんですね。でこれは自分もすごくあの納得できるかなと思っててじ、まあ、自分自身、えー、もですねあの まあ証券会社にいたりとかですね金融マーケットをダイレクトに肌で感じるそういう経験をしたいなということで証券会社大手証券会社に入って株とか債券とかそういうまさにあの金融商品をねさまざまな金融商品を扱って企業の財務担当者とかですね企業の経営者とかにあのまあまあ契約してもらうまあ買ってもらうわけですけどもそういうことをやって。 来、えー、ましただから金融の知識がないとそれできないんでもう,う証券会社に行くと決めたのは結構早かったんですよね大学の時に。うんまあ金融に行きたかったんだけれども銀行じゃないなと間接金融の銀行ではないなと、えー、直接金融の証券会社だなというふうに勝手に自分は決めて大学どんかいでしょうね2年ぐらいからかな照準を絞って決めたらもう ゴールがが決まっったら情報圧倒的に入ってくるんで学校大学の図書館に、えー、もう、まあ、暇さえあれば行ってですねあのビジネス書を読みまくるってね片っ端からで日経ビジネスとかあの辺のバックナンバーももうどれだけ遡るか分かんないぐらいあの掘り下げてビジネス用語とかですね意味合いが分かんないって ことになるとあのね消消去がし行った時に話になんねえなと思って、えー、当然なんか日経新聞も当然なんか読むわけですよね日経新聞は大学に置いてあったんでもう過去バックナンバーも全部置いてあるんで、えー、それを見れるだけ読んで、えー、とまあ理論武装していくっていう感じでしょうかね二年三年四年だ三年ぐらい二年半から三年ぐらい、えー、とそういう金融知識とかですねビジネス的なものを全部 あの自分の中に取り込みましたで。経営者が書いてるような書籍とかが結構好きでいろんな経営者の本をですね、当時もあの興味深く読んだりしながらそのビジネスの裏側ですよねそういったものを自分なりにゲシタルと統合していったというところですね。 経,経済学とか経営学とかっていうのは全くこう自分の中になかったんですけれども逆に言うと法,法学部の中にいながら、えー、と証券取引法とかこの金融関係にまつわるあの法律を学びながら、えー、裏側ではあの経営学とか経済学をあの独自で自分で、えー、と学んでましたね。でもうあの もう就職して大,、えー、大学卒業して就職した時にはまあまあかなりの知識があったかなと自分で言うのもなんですけれどもそれだけ興味があったからですね、えー、経済的な、あのーまあ、そういうニュースのそのなんていうんですかね情報も徹底的に集めてたしそういう本書籍から週刊誌的なもの,あの経済誌の専門的な ものとか、えー、日経新聞日経金融新聞とかもう片っ端から全部隅か隅まで読んでたぐらいな感じなんでまあ知識はそれなりにじゃあそれがあの証券会社が入った時どこまであの使えるのかどうかっていうのはあの別に、えー、分かんなかったですかもうやるだけやるしかないだろうということで,で入ったら入ったでまた全然違う刺激を受けるわけですけどねいやーもうすげえなーみたいな動いてる金がすげえなーみたいな感じで中でいろんなまた 学びを深めていって、金融、うんまあ、証券関係の資格をあの一通り取るわけですよね。で、そうやって理論武装して、で次はあの IT の時代だっていうことで、えー、IT の企業に今度は転職し <laughs>、もう全くそんな転職をする人なんて、多分いなかったでしょうね、今もいるのかどうか。で、今度はシステム解釈を深掘りするわけですよね。 えと文系でありあの金融系の人がいきなりシステム開発かみたいなね、まあ、少しあのこっそり裏であのスクール的なものを通ってですね、えー、とシステム開発のプログラミングの基礎みたいなところを徹底的に掘り下げてですね臨んでいってプロジェクトの中でまた鍛えられると。でまあ OS もユニックスとかありまり、あ、そういったものを、えー ウィンドウ付けももちろんやるわけですけれどもうんまあいろいろやらされましたその中で、えー、とそれも面白くてもう徹底的に掘り下げるんでプログラムの開発っていうとこれも24時間ずっと考えなきゃ出てこないですよね、えー、金融の時もそれをずっと24時間考えたんで、えーっとまあ、IT の世界に入ったら IT の世界で24時間プログラミングのことをずっと考えると。 で分かんないことだらけなんでもう調べまくるんですよね調べまくって掘り下げてみたいなことやって言語も C, C 言語を中心に C++ プラプラで Java だとかねまあありと結構7つか8つぐらいの言語をあの、まあ、あの使わなきゃいけないような、えー、そういう現場に。 放り込まりながらあまあその細かい話は別にしてでそこでもやっぱりワントゥーだったんで厳しかったんですけれども結構あの終電間際の,、えー、の帰宅するようなあのもう今で言うと過労だろうと言われるね、えー、そういう働きすぎレベルをはるかに超えるぐらいの残業をやってそれでも。 まあ好きだだっったたから本当だったんで掘り下げることができるでこれって結局徹底的に掘り下げるとですねいろんなもの見えてくるんですよねで次あのいくつかいろんな、えー、っと経緯があって、えー、経営コンサルティングファームにあの転職する今度は経営ですからねそこに行くまでに裏側でまた土日スクールみたいなので MBA コースみたいなの通ってですね、えー、っと経営コンサルタントとしての知識を2年3年ぐらい えー、自分なりに勉強して積み上げていって望んでいくみたいな外資系コンサルティングファームに、まあ、転職していくわけですけどもかなり学んできてる中でいけるだろうという見込みでいくんですけどもやっぱり現場はまた違う感覚ですよね。でこれって結局金融やりました IT、ね、あのプログラミングの開発ものでやりましたであの経営コンサルティングのその まあ会社の中で提案してプロジェクトを動かしましたっていうと、まあ、それぞれですね好きなんで掘り下げまくるわけですよねで掘り下げていくとですね、えー、と極めてくると見え,見えてくる世界が当然あってで注意度高い視点が取り込まれるということかなと自分は思ってます、えー、とまさにコネクティングドッツっていうの今起きて今も起きてるんですけれども うんまあ、金融の知識はいまだにあのいろんなプロジェクトで、えー、結果として必要になるんでありとあらゆるマーケットの情報とか動向とかですね新しい用語とか出てきたら全部チェックしてるし当然ながらで、えー、IT の技術もそうですよどん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 新しくなってくくんでそれを全部追いかけて勝手に追いかける脳になっちゃってるんで,でそういうのも勝手に追いかけてますとで、えー、経営コンサルティング <laughs> 経営の あの当然ながら手法とかですね、えー、ビジネスモデルなんかもどんどん新しいものが出てくるんでこれも勝手に追いかけるようになりますということですよね。で今はマインドの使い方としてコーチングを、えー、徹底的に深掘りしてまだまだ深掘り足りないなと思いながらもかなり深掘りはしてきている24時間あのコーチングのことを考えているという意味ではあの同じ状況になっていると思うんですね。でこれがが全部つながってくると その時はあの何にね将来何につながっていくんだろうかっていうのは全く想像してないんだけれども結果として点と点が全部つながって今融合してえどんなあのなんて言うんでしょうあのまあコーチングコーチなんでコンテンツには関わらないっていうことではあるんですけれどもそうは言っても経営者から想像を受けたら。 全くその領域知りませんじゃ話にならないんで、えー、でも話を聞いてみると大体分かるわけですよね現場とか何にどんなところに課題があるかそれはあのこれまでやってきたことが全部点と点が全部つながって、えーまあ、パワーをこう出すことができているのかなというふうに思うんですねだからここでお伝えしたいのは皆さんも今目の前にある仕事業界興味があってやってるんだと思います。あの全く嫌いで やってる仕事ないと思うんですね何かしら選んで、えー、こまあ少なくともここは好きだよねっていうことでやってるんだと思うのでそれをととにかく掘り下げることですよね何がつながってくるか分かんないけども極めて見るってことですねプロフェッショナルだからそれでお金をもらうのであれば本当極めないと逆に言うと失礼な話ですよね。 お金もらってそのレベルかよって言われないようにやっぱり極める必要がどんな仕事でもあるはずなんで、えー、それを、えー、まあ通常よりも1ランク2ランク3ランクぐらいまで深掘りしてみて、えー、その極めたエッセンスを自分の中に取り込んどくっていうことかなと思います。な、えー、なかなかこれれ言語化しづらいんですけれども 視点の上げ方で言うとその仕事その業界の今の自分の仕事の役割を、えー、徹底的に極めてみて高いパフォーマンスを出すためにどうすればいいのかを考えながら極めていった時に中小の高い視点が取り込それが後々その点と点が全く離れててもつながった瞬間にいろんなエネルギーを。 出すことができる、爆発させることができるということだと自分は思ってます。えー、どんな環境でもそれは深掘りすることができると思います。で、えー、っとチャレンジできるんだったら、また興味のあるところにですね、あのー、仕事を変えて、でまた徹底的に掘り下げていくっていうことですね。でその点と点はですね、まあこれ最後ですけどね、離れてれば離れてるほど。 後と繋がったときに爆発するエネルギーは強いんですよね。結果として、<laughs> まあこれはどんな話なんですかっていうのはどこかでまた別のところでお話をしてみたいと思います。まずは、えー、自分自身置かれている立場から、うん、極めてみること。あの全くこうね将来どういうねあの価値に繋がるかわかんない自分の人生どういう影響を与えるかっていうのは置い置いとくというかですね。薄々分かってたとしても、まずは目の前のことをあの。 徹底的にやってみることですね極めてみることでそれが最終的には、えー、スティーブ・ジョブズが言ってるようにですね点と点がつながるような感覚になってきてあああの時ね、あのーま、自分が好きだからやってたけどもこんな、ね、プラスにつ、ね、ながってくるんだっていうことが、えー、と分かる瞬間が来ると思います。基本はでですね1 2で極めててみるってことが、えー、未来 未来で統合された時に過去やってたものが思いっきり全く違う評価になってきますよということですねそういった意味では過去は変えられるということでもあると思います。はい、今日は以上ですワクワク様です様した